システム生物学はシステム工学の考え方や解析手法を生物学に導入し生命現象をシステムとして理解することを目的とする学問分野。黎明期にある学問分野でありシステムの構成要素の同定を目的とする網羅的な解析やシステムの動的な特性を解明することを目的とする研究が混在している。最終的には 生命現象のシミュレーションもこの範疇に含まれるが、現状では、各構成要素をバイオインフォマティクスの手法により、地道に調べているような段階である。シーケンスアライメントの考えを前進させ、タンパク質のネットワークを比較して、そのネットワークの機能予測を行おうとするパスブラスト、なども一つのシステムバイオロジー的手法と言えるであろう。また、 そのシステムを記述するための表記法を策定しようとする動きもある。端的に言えば、生命の各構成要素を電子回路の各部品のように捉え、回路図のような標準的表記方法を確立しようということである。こういったモデルを記述する言語の一つに SBML がある。酵部内のタンパク質感相互作用の一部可視化。具体的に、 分子生物学におけるシステムとは、競技には、細胞内コンポーネントのネットワークである。その非常に複雑なネットワークの解明は、システム生物学の一つの目標である。タンパク質間相互作用によって形成されたネットワークも、その一例だが、酵母のような比較的単純なモデル生物においても、非常に多数のタンパク質が複雑に影響を及ぼし合うことが知られている。 このような研究には可視化やデータマイニングが重要な役割を果たす。一例を挙げると、ある種のインタラクトオムネットワークから別の種で発見された基地の局所構造を探し出すという分野がある。これは、ある局所構造が別の種の中にも発見された場合、それは類似の機能を持つ可能性が高いためである。つまり、現在では成熟したテクノロジーとなった。 シーケンス比較の考え方を一歩進め、サブネットワークをクエリとしてインタラクトームデータベースに入力し、そこから類似のサブネットワークを出力として得るというものである。しかしながら、どのサブネットワークが類似性が高いかというものを数値として評価する場合、ネットワークを構成するタンパク質のシーケンスの類似性、トポロジーの類似性、基地の機能の類似性など、 可能な評価方法が多岐にわたるため、様々な点でまだ困難も多い。こういった、タンパク質や遺伝子のネットワークに主眼を置き研究していく分野を、ネットワーク生物学と呼ぶこともある。各種データベース。ありがとうございます。